君の幻想を追い続ける恋物語ファイナルファンタジー10-2をゆっくり実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。リュックがさ、人の気持ちを勝手に演出するんだよな。姉さんマジかっけえな。かっけえんだけどめっちゃ美人なんですよね、ユリパ。ジョゼ寺院にまず行きます。ゴー。魔物が出たらしいが、牧の浜からはお助けやお断りの通信が入ってる。何なんだあいつら、カモメだ、虫か。とりあえずね、ギップルに話しかけに行きます。ギップルに話しかけてパーセンテージをちょっと上げます。たったの 0.2 なんですけどね、断られるんですよ。そのイベントを見る。ただギップルどこにいる。いた。よー、シドの娘。ういっす。リュックだって。嫁さんかわいい。昔付き合ってた。嘘つけ。はじめてよ。何言ってんの。いい反応するね。嫁さんかわいい。悪いけど、今は発掘どころじゃないんだ。ここも出たんでしょ、魔物。退治してあげよっか。魔物退治ね。スフィアハンターは廃業。休業。今はお助けをしてるの。よかったら私たちに任せてみません。やだね。もう真の時代じゃないんだ。いつまでもあんたに頼っちゃ格好つかないってこと。自分の世話は自分でするさ。格好つけ。無理しないでね。あんたこそ。はい、帰ろ。素敵ですね、アルベド号辞書第1巻。なんか優しいよね、ギップルもユーナも。ギップルの言ってることすごいことだと思わない？もう真の時代じゃないんだから、あんたばっかに頼ってらんないって。かっこいいよね、そういう男になりたいな俺も。頼ってばっかじゃダメですよね。後にまた来ますが、この 0.2% 分これで上がってるはずなんですね。パーセンテージをちょっと確認したい。45か。自分の目算が正しければ、ちょっと待ってくださいね。原稿画とジョゼ寺院で 0.4% 上げて、これ今 45% ですよね。 45.6 なのか 45.4 なのか、これじゃまだ分かんないか。プラス 0.6% じゃちょっと上げてみようか。未変街道終わった時点で 0.6% 上がるので、上がるみたいなので、ちょっと未変行ってみますか。じゃあ長くなりそうですけど、フラスコ君の分が足りてるのか足りてないのかを確認しないとね。未変、ただ星5だからな。旅行講師で使っていた機械がいきなり暴れ出したらしい。寺院から魔物が現れた事件との関連は今のところ不明だ。レッツゴー。未編なんですけど、あの林探偵とめちゃめちゃ関わってくるステージなので、ここはちょっとシナリオ分岐チャートも確認しながらやんなきゃいけないんで、すげえだるいんですけど。寺院の魔物とは関係なさそうだけど、ここでも事件が起きてるみたい。機械が急に暴れ出したんだって。暴走機械をやっつけて報酬をもらおう。どうする。やる、もちろん。というわけでミッションスタート。イエーイ。とりあえずシンダー君がスフィアを設置してくれてますね。どうすればいいんだろうな。
ちょっと待ってくださいね、確認しなきゃいけない、かなり。条件は今回はリュックでやりたいので、ちょっと待ってくださいね。くっそ、これ時間かかんの、確認が。ザナルカンド遺跡じゃなくて、未変街道のリュック判定に行かなきゃいけないんだから。はい、ありました。暴走機械を止めろですね、これが。そうですよね、暴走した機械が街道の人々を襲い始めてしまった。暴れ機械をやっつけて街道に平和を取り戻すのだ。13組の暴走機械を撃破のうち7組以上破壊してコンプリートする。その後4-7振動機北部でシンラが通信スフィアを落とす場面を見るとのこと。 OK、 頑張ります。7組以上っていうか多分全部ぶっ倒すと何かもらえんだろう、リザルトプレートとか。たゆまざる攻撃っていうリザルトプレートもらえるみたいですね。あ、普通にコンプリートするだけでいいんですね。あと1万ギル手に入るみたいなんで、この1万ギル大事だな。金大事ですね、今はね。ただ金かかんだろうな。まあ、とりあえずやっていきますか。街道の人々を救うため、アルベド族も暴走した機械の解体作業を行っている。彼らとユナたちが合計13組の機械を撃破すればミッションコンプリート。競争ではありませんが、より多く撃破できるように頑張りましょう。7組以上ね。了解。頑張る。とりあえずここら辺にいるぞ、あれだ。大丈夫か、今助けるぞ。解体っていうのはないんだろうな。盗むとかで多分ダメでしょ。やってみますけど、あ、ダメだよね、やっぱね。そうだよね。じゃあいきなりフロラフルル使ってきます。あ、ちげ、そっか、ドレスアップの短縮してますね、俺。えらい。ちょっと悪いけど短縮させてください。ホワイトポーレンじゃない、ホワイトハニーをまずかけてあげると。フレアランプ強いっすね。ただ MP64 しようか。ステッキハニーでスロー状態にしてあげて。なんか覚えましたね。石化ほう。ホワイトポーレン、さらに回復もします。チェインならない。チェインでやった方が強いんだけどな。まあ仕方ないか。フレアランプ、ホワイトポーレン、まあ石化ってことはないだろうな。強いんですね、こいつら。じゃあこれ強えな。ホワイトポーレン、フレアランブ、ランブまだ落ちないか。強えな。チェーン状態なんないんですね。 MP なくなっちゃった。ヒートランブ、 MP 回復はないのかな。ないさそうですね。じゃあ、ステッキハニー、ヒートランブ、 MP 回復はないかな。ないか。じゃあちょっと、まだ落ちない。強いですね。いいよ、どんどん行こう。ドリームポリン眠らないか。あ、でも倒れましたね。オッケー。はい、お疲れ、フロラフルル。お疲れ。綺麗だな、フロラフルル。じゃあ次はマキナマズで行こうか。おっと、ちょっと待って、 MP 回復はできないよね。エーテルとかないんだな。使っちゃったのか。あ、エーテルあった。整頓しよう。エール整頓自動。 OK。
リザルトプレート、迷わざる者をガンナーじゃなくてシーフにここを変えてあげりゃ OK かな。はいはい、もうユーナは迷わざる者じゃなくてモノノフの誉れでいいよ。でガンナーになっといてね。でパイン姉さんは戦士になっといて、でリュックが嫁さんが迷わざる者で、はい、シーフになっといてね。オッケー、じゃあ行きます。次はね、ここにマキナレンジャーっていうのがいますね。あの緑色のチェックが入ってますね。めーっけ勝負。ここでマキナマズルを使っていきましょう。移動するよね。リュックスペシャルドレス、マキナマズル、かっけー、バジュラかっこいい。じゃあとりあえずショックウェブとかでいっか。ヘイストの効果いいね。ダメージと攻撃力ダウンの効果、ブースターでちょっとヘイスト状態にしてあげて、じゃあリュックのは強くしてあげましょう。ショックストーン、半パワーダウン、そんなに強くないはず。 HP リペア、オフェンス、スマッシャー R、 何がいいかな。ファン、アーマーダン、バジュラって使ってみますか。強そう。オフェンスさらに上がるってことはないだろう。じゃあ榴弾で、ファン、アーマーダン、 HP リペアいいですよね。リペアで回復できるのは大きい。同じく HP リペア、スマッシャー R、 バジュラ、あ、なんかかっけー、すげえ、うわ強っ、なんだこれ、見ました、え、クソ強くね、何今の、卑怯だろ。もう一回いきます。 HP リペア、もう一回 HP リペア、 HP リペア、 HP リペアでも絶対上がるはずなんで、アビリティポイントがね。バジュラ強っ、なんだこれ、これは卑怯。倒した後も回復はできるはず、これでちゃんと上がるはず、アビリティポイントね。え、そうやって乗ってたのか、しんどそう。いや、これいいっすね。ちょっと残機を次使うけど、ん、どうした、あ、もう13分か。じゃあ一旦ここで区切りますか。じゃあ次のパートに移っていきます。ご視聴お疲れ様でした。